はい、こんにちは、みちみちです。本日もよろしくお願いいたします。はい、この3階部分ですけどね、これ気長に待つなんて言って早5日ぐらい経ちますけど、一向に使ってくれる気配はありません。なのでもうちょっと様子を見て使ってくれなければちょっと改良しようかななんてね考えております。使ってくれないと意味ないですからね、基本的に。はい、ご飯だよ。はい、ペレットを食べずにひまわりばかり食べてますね、これ。痛いって二人とも人の指かね、かじりますね、かじる。痛いな、チップは痛かったな。だいぶ手もね慣れてきてくれてますね、これね。あ、痛かったな。チップ君は痛かったな。プリンちゃんはそこまで痛くないんですけどね、ちょっと手をのけぞってしまうぐらい痛かったですね今。はい、もう餌やり場に変えます。ちょっと待ってね、ちょっと待ってよ。痛かったな。はいはい、こっちで食べて。はい、二人仲良く食べてくれてますね。2階もかなり糞がうんちが落ちてますんで、だいぶ行ってくれてるんですけどね、なかなか使ってくれませんでした。指近づけると逃げちゃいますかね。おいおい、下がってみますか。おい、はいはい、おい、はい、ではクッキー君のお部屋に移動します。はい、クッキー君のお部屋ですね。ちょっとお腹減ってるみたいでだいぶ興奮してますね。はい、アイス君も隣の部屋でそわそわしてますね。そわそわ、
ではアイス君がちょっとゲージかじってますんでね、アイス君の部屋に行きます。はい、はいはい、アイス君の部屋ですね。はいはいはい、アイス君、お腹減ってたかい？ん？で通りにくそうですね、これ。はい、ではそういったわけでご飯タイムでしたね、皆さんが。それではですね、今週末にこの3階部分のこちらを使った形跡がなければ少し改良したいと思います、週末に。といったわけで本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いいたします。それではさよなら、さよなら、さよなら。なんとなんとプリンちゃんがこの3階部分行ってくれましたね。なんか釣りがあるな。なんでこんな釣りがあるんだ。3階部分で遊んでくれてますよ。
3階部分でね潜ってくれて遊んでくれてますんで一安心しました。はい、では以上になります。ありがとうございました。